はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのひな祭りスペシャルガールズピックアップガチャを引いていきたいと思います。サクスペ限定キャラの、スガミエクちゃんがデビューとなってまして、まあ、ちょっと金徳を見ていくと投手では勝利の星かマインドブレーカーの選択になってるんですけれども、やっぱねマインドブレーカーは不確定みたいですね。そもそもコツをくれないことがあるようです。で野手の方は恐怖の満塁男か高級質さ、これは両方とも確定かな。で、バナーキャラとしては他にメイカちゃんとヤギウちゃんが入ってます。でガチャからはそもそも女の子のミしか出現しませんということで、単ガチャは1から3回がバナー R 以上、10連初回がバナー PR 以上で SR の出現率は2倍、で2回目が SR 以上確定で、3回目と4回目がバナー SR 以上確定になってますので、まあ、単ガチャ3回プラス、40連を引いていきたいと思います。では単ガチャの方からいきましょう。単ガチャの奇跡は3回期待できるからね。3回期待できるけどさ、俺さっきさ、あの1日1回のノーマルガチャ、ゲドウくんが出てくるやつあるじゃないですか、あれでね、お金ゲドウが出ちゃったんですよって言おうとしたらやった、ヤギウちゃんだ。ヤギウちゃんはね今3なんで OK。あでねボックスはねあえていっぱいにしてます。まあ、なんでかっていうと、あのミキサーするときにね、やっぱりそのミキサー祭りみたいなときにミキサーしたいんで、ボックスにねイベキャラを置いておくとどうしてもね圧迫されちゃうんで、あえて普通の方のボックスはいっぱいにしてアイテムボックスの方に送り込まれるように、しています。いやまさか一発目でSR が出るとは思わなかったな。しかもヤギウちゃんっていう、これは R ですね普通の。さてタンガチャの3回目、もうサクサク出てくるね、サクサクポーンと。うん、まあまあまあ解放用にやっぱり使いたいので、母体の確保できるかな。初回10連いきましょう。ま、出だしはね良くてもね、その後しょぼいっていう可能性がありますからね。PR は確保。メイカちゃん、メイカちゃんのね SR もね俺持ってないんですよ。でメイカちゃんがねすげえ強いかっていうとやっぱりそういうキャラではないんですけれども、局所的にねやっぱり使いどころはありますね。でここはなんか1枚目の PR 以外全部あるか、そういうのちょっと悲しいよね。まあまあまあまだ次回以降 SR 確定になってるんで、2回目に行きます。ここは普通に SR 以上1枚確定。お虹が出た、グッグーポン、キラーンはないんだよね。そう毎回毎回ここキラーンがないあ2つ入ってる、いいね。これはなんだっけ、ひまわりちゃん、まあミキサーをしちゃって大丈夫かな。おハッチ、そうハッチもね何気に持ってなかったっていう。さてでは30連目に行きましょう。ここはバナーから確定なんで、まあ、暗転したとしても絶対スガミちゃんが出るかって言われるとそうではないんだけど、うんメイカちゃんだね。メイカちゃんもね、猫俺すげえ出るな俺結構猫持ってると思うよ。あサイリさん、サイリさんの PR が出てるね。俺ねサイリさん今プライオンなんすよね。だメイカちゃんはねまず強化した時の瞬影で、対左のコツをもらえるっていうのと、まあ、俺あとねシラスでもね使えるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、ちょっとねメイカちゃんせっかく出たんで、いわゆるホムラ軍団ですね、ホムラ軍団でシラス高校をちょっとやってみたいですね。で4回目になります。安定してくれればスガミエクちゃんなんだけど、まあまあまあいつも言ってる通り
こういうのはね、最悪お借りすればなんとでもなるんで。まあもうヤギオちゃんが出てるんでね。おお、まあ手に入りましたね。よし、オッケー。ヤギオちゃん手に入って、タンガチャでヤギオちゃん手に入ってるのがマジでかいな。これ今回ちょっと大丈夫博士像を突っ込めば、もしかしたらヤギオちゃんプラゴにできるかもしれないな。 PR の母体も1個あるんで。あとナギちゃんね、ナギちゃん欲しいんだよね。投手でやるときにね、俺カザナギのねプラさんが持ってないんで、ナギちゃんとねカザナギ40をね同時に入れることができないんですよね。まあそんな感じになってるんで、じゃあちょっとまたボックスを整理して解放やっていきますか。ちょっとヤギュちゃんプラゴに持っていけるかもしれないんで、ちょっとボックス整理してきます。はい、じゃあボックスの方ですね、まとめてみたところ、うまく持ってけそうなのはヤギュちゃんだけなので、今回はヤギュちゃんの解放を進めていきたいと思います。今こういう状況ですね。ヤギュちゃんプラス3があって、さっき手に入れた SR が1枚あって、 PR が1枚あって、R を、重ねてプラス3にしましたというところで、もう大丈夫博士像を突っ込んでいきます。 R の、プラス3に大丈夫博士像 R を2つ食わせて、これでプラゴにすると。でそこにまずは、PR で R プラゴ、これで2解放してくれると大丈夫博士像が1枚節約できますと。おお、いいね。で、プラ2になったので、まあ一応ねこの4つ持ってきたですけれども、プラ3プラ4プラ5ということで PR のプラ5が完成ですと。でここに、プラ3をくっつけて、またこれでねうまく2解放してくれれば、それはそれで、プラ5が完成で、まあどうだろうね、使うかって言われたらちょっと分かんないんだけど、 SR が1枚、予備っていうのも分かんないけど、一応余る感じになります。なので、まず母体としては SR のプラ3で、ここに PR のプラゴを食わせると。でここでまた例によって2解放するかどうか、1しか解放しなかったときは SR を突っ込みますと、いうことで、1しか解放しなかったので、通常の SR これを食わせてプラゴが完成ですということですね。まあ、PR の大丈夫博士像が1枚なんていうの、無駄にならなかっただけでも良かったかな。でヤギューちゃんがプラゴになったんで、そうヤギューちゃん俺普通にねまだレベリングも終わってないんですよね。お借りしてるんで毎回で、この菅見エクちゃんはねちょっとさすがに解放できないので、このまま置いておきましょう。で追いガチャはね今回はやらないです。確かにねガチャの内容はすげえいいと思うんですけど、来月がねサクスペ2周年なんで、ちょっとそっちの方、まあ何が来るか分かんないですけど、そっちの方にもね、いろいろと石の方を突っ込んでいきたいので、一応今回、ひな祭りのガチャはこれで終わりにします。という感じで、まあ、無事ね、母体菅見エクちゃん手に入れることができました。で使っていくときにはレベルは35なんで、もしかしたら借りてね使っていくかもしれないんですけども、またサクセス動画の方をやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。